関西学院中学部、高等部関西学院中学部、高等部は、兵庫県西宮市上ヶ原一番町にあるシリーズの、キリスト教プロテスタント継承中高大観光。通称、関学。マスタリー4サービスが、学院全体のスクールモットーである。1912年に、小学部の初大学部長であった、C.J.L. ベーツが提唱した。ベイツは、 アワーカレッジモットー、マスタリーフォーサービスという文章を、証拠、第1号に発表し、この校訓について解説をしている。関西学院の上が原い天後、学院全体のスクールモットーとしてこの言葉は用いられるようになった。マスタリーフォーサービスは、1952年頃より、奉仕のための連達と訳されるようになった。 阪神間の私立中学として知られている。また、国際市民になるための教育が行われている。入学して、すぐのキャンプで行われるメチャビーと呼ばれる、ドロンコラグビーが有名。戦後初代中学部長だった、矢内翔一の方針により、イギリスのパブリックスクールに反を取ったエリート教育を、胸としている。そのため、文部領土が強調される。 そして、水曜日、土曜日以外は、授業に、駆け足という時間がある。関西学院独自の聖書と読書の時間もある。道徳は、聖書の授業となっている。スパルタ式の中学部とは違い、高等部は自由教育を胸としている。高校からの入学は、かなりの難関だが、20名弱の例外を除いて、そのまま大学に進学する生徒が多い。 授業内容は受験的な暗記ではなく、なぜそうなったかを考えさせる式のもの。高等部の前身が大学予科であったためか、第3学年度には大学レベルの授業が行われ、独、仏、韓国、中国語、経済学、法学、社会学、心理学などが選択可能。論文も必修。英語教育に特に熱心。関西学院は、 英語の感覚として知られ、伝統的に英語教育に力を入れてきた。高校英語の基礎の上に英語を実際に使う、訓練を行い、世界の人々とコミュニケーションを図るための英語学習を目指し様々な工夫を行っている。大きな特徴としては、英語を母国語とする外国人の先生が各学年に配置されていることや、英語メディア教室でコールを活用して、 日本にいながらにして国際人としての舞台に参加し、生徒自ら積極的にコミュニケーション能力を伸ばす環境が整っている。また、20人以下の少人数クラス採用で実践的な英語学習システムを導入している。実用英語技能検定などの資格試験にも力を入れており、毎年多くの生徒が受験し、在学中日給。級。 順一級を取得するる生徒がいる英語修熟度別クラスでは、英語が苦手な人は、基礎から海外経験があり高い英語力のある人には、高いレベルの授業が受けられるようになっており、関西学院大学、英語インテンシブプログラムを大学生に混じって受講する生徒もいる。関西学院中学部、高等部は、関西学院大学への推薦入学制度を土台に、している。 定められた学業成績の基準を満たし、その人物、態度が推薦に値すると判断された場合は、面接試験によって、関西学院大学各学部へ入学が許される。関西学院はそのキャンパスの自然の美しさで知られている。スパニッシュミッションスタイルで統一されたベージュ色の校舎群が緑の中に調和している。中でも、 1989年の関西学院創立100周年を記念して完成した高等部新校舎は総工費40億円を費やして作られ地上3階、地下2階、延べ床面積約1万7千平方メートルを誇っている。新校舎内には1200名収容の高中ブレーハイドをはじめ最新 AV 機器を備えた300名収容の視聴覚教室。 情報教育の中核を担うメディア教室300名収容の退職堂近代的な設備を持つ図書館などの設備を完備している教室においても冷暖房を完備した21の普通教室20以上の特別教室を持っているエンブレムは当時学院を構成していた中学部進学部文学部交渉部を表し特に三日月は関西学院では 新月と呼ばれ、学院全体のシンボルマークともなっている。これは、創世期の学生が自らはどうあるべきか思索に、ふけていたところ、中天に輝く三日月に啓示を受け、今は未熟だが、三日月がやがて満月となるように、日々少しずつ成長していこうと悟ったのを学院が、交渉として採用したと言われ、月が自ら光らぬように、 我々、人間も神のお光を受け地上を照らせる存在となりたい、との願いも込められている。関西学院の効果は、複数あり、その数は20を超えるが、ここでは最も代表的な日本語効果を記載する。空の翼風に思う空の翼輝く、自由マスタリーフォーサービス生命ここに道あり我が、丘関西,関西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 学院ポプラは羽ばたく、 いざ響けが東風光力若きは力ぞ。いざいざいざ上が原震えいざ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 、上が原震え関西学院全体の遠隔は、学校法人関西学院を参照。制定セーター、紺色制定カーディガン、白色マフラー、制定品のみ、着用化オーバーコート、帽子は、着用不可。ただし、雨天の際は、レインコートなどの雨具を、着用化。 通学用の靴は、黒ローファー型の革靴とする。ただし、学校内では、運動靴に履き替えか。男子冬服、制定の学生服上下、ポロシャツ、および黒革靴。ベルトは、黒で装飾がなされていないもの。夏服、制定のポロシャツ、学生ズボン、および黒革靴。ベルトは、黒で装飾がなされていないもの。女子冬服、 制定のジャケットブラウスジャンパースカートスカーフおよび紺のハイソックス黒革靴。ただしソックスの代わりに黒タイツを着用か夏服、制定のポロシャツスカートおよび紺のハイソックス黒革靴。愛服、制定のブラウスジャンパースカートスカーフおよび紺のハイソックス黒革靴。2015年より驚愕化したため。 完全性複製に移行した。中学部生全員が加入する自治組織、生徒会が存在する。高等部生全員が加入する、生徒による自治組織、学友会がある。これは、関西学院高等部の目指す人格教育の一つとして、大切な役割を果たしている。生徒が、学友や教師と交わりながら、 経験と試作を重ね、自らの自治能力を高めて行けるように、様々な方策が行われており、一人一人が、この学友会組織の内容を理解し、積極的に、学友会に参加している。ホームルームアワー各クラス単位での自治活動の、時間として、正式に時間割の中に設けられている。アッセンブリーアワー毎週1回25分を行われる。 クラス単位での自治運動では、後頭部全体に関わる問題については、代表者によって、間接的にしか取り上げることができない。そこで、後頭部生全員が集まってまとまりある、自治運動ができるようにとの配慮から特に設けられた、時間である。内容としては、最近のクラスの生活や、学校生活を通じての問題を話し合う。学友会本部等から、 自治活動の諸行事その他について、各 HR で審議、検討を要求してくる問題を取り上げる。クラブ、サークルの連絡や表彰を披露する。文化祭などの行事について、エトセトラが挙げられる。ホームルームアワーを通して、クラスの生活や学校生活の現実を知り、それらをより充実したものにするために、自発的、自主的な活動を行うことで、 さらに民主的な生活のあり方を身につけることが目標である。学友会総会学友会総会は学友会における最高決議期間である。例年6月に全生徒が一堂に会し学校生活に関わる様々な議題について討論、決議を行う。2012年度の総会において学友会定期総会を増やすことが決議され。 年2回定期総会が開催されることとなった。マスタリー学友会誌、マスタリーは、高等部生自身の手で編集、発行されている、高等部のイヤーブックである。1964年に創刊され、途中10年間の空白期間があったものの1978年に、復刊し、現在に至っている。委員会関西学院高等部学友会には、 現在7つの委員会が存在している。これら委員会は大きく2種類に大別される。まず一つは、クラス委員会と、その下に位置する礼拝委員会、美会委員会の3つである。これらはクラスから2名ずつ委員が選ばれ、その任に当たる。もう一つは、学友会のもとに位置する運営委員会、管理委員会、ボランティア委員会、エコ委員会の4つである。 これらは有志により成り立っている。近年は毎回のアッセンブリーの準備や図書館の所在不明資料の創作など各委員会が独自で考え活動している。また大掃除の際は美会委員会、クリスマス礼拝の時は礼拝委員会と各行事ごとに裏方で働いていることも自治活動を体得していく上でこれらの組織で働くことは クラブ活動に劣らず、有意義なことである。タッチフットボール、ラグビー、テニス、サッカーが競合として知られる。各部活動の活動実績など宗教、総部文化総部運動部関西学院高等部には、各自がなるべく自分に適したクラブを選べるように、宗教部、文化部、運動部等、多数のクラブが設けてある。 入部は強制ではないにもかかわらずほとんどの生徒がクラブに所属し教室での授業とは違った形で自主的な活動を行っていて優秀な成績を出している。クラブ活動はアメリカンフットボール、ラグビー、柔道、剣道、陸上競技、野球、ダンス、吹奏楽などが競合として知られる。各部活動の活動実績など宗教、 総部文化総部運動総部、ランバス関係姉妹校一覧、ありがとうございます。